ソウコーライブ回想録ライブ中にステージで倒れたアーティストを初めて見たのがなんていう話ですどうも関西で喋りてなどをしておりますソウコーと言いますソウコーライブ回想録78公演目はモロハ自主企画8区第5回2015年8月19日梅田シャングリラです まあ、自習企画「対バンライブ」に尊敬するそして打ち負かしたいというような存在かななんて思うバンドがあのブッキングされたそういうシリーズだったと思うんですけれどもこう微妙にそれぞれ毛色がちょっと違うかななんて思ったりしてあの根っこは同じなんですけど表現方法が それぞれれ違ううっていうかそれがまた妙にリアルだったりしてでお客さんもそれぞれのバンドで盛り上がってていい光景だななんて思って見ていたんですけどもそんな先輩バンドたちまあガガガスペシャルからのモロハへの影響というのはなんとなく日本語を結構まくし立てるところとかだったりかもしれないななんて 個人的に思ったりするんですけど「グッド・フォー・ナッシング」が想像はあまりつかなかったというかおおそうなんやっていうところもあったりしてやはりまあ世代的に影響をものすごく受けてるけどでもあのその真似をしたってオリジナリティは生み出せないというかそれこそ「ガガガスペシャル」もメロディック・パンクもすごく好きで。 まだバンド組み立ての頃とかですかねエアジャムにも行きはったって言うてはりましたしであのピザ・オブ・デスのワークシャツなんかも買って小作さん持ってはったりね自慢してはったりしたぐらいなのですごく好きなんですけどそういう影響を音楽的には感じさせないというか逆にその「めっちゃ通ってるでしょう」ってよく言われる思われるというね ブルーハーツとかの日本語パンクは実は通っていないらしくて聞いてこなかったらしくてね吉田拓郎さんをはじめとするフォークに影響を受けてパンクロックというフィルターを通すといういわゆる発明ですよねをしたのが「ガガガスペシャル」のスタイルだと思うんですけどもそこでこの「モロハもやはり発明で初めて聞いた時。 なんだこれ」っていう衝撃だったと記憶してるんですけどもアコースティックギターのまあ美しい音色に乗せてメッセージ性バリバリのリリックを乗せるラップグループというくくりにも当てはまらないような「モロは」は「モロハという独自性やはり発明ではないかと思うんですがその「いかついか」 ギャングスターなラップじゃなくて普段はもは MC とかも歌い出しはなんかニコニコしててほんと気の良さそうなあんちゃんあのアフロ君がねそれがですねもう何か歌っていくごとにこう曲の中でこう鬼と化していくというか聞き迫るあのことになっていってその二面性というのかながまた すごい狂気的でもあってそのめちゃくちゃ優しかったりすごく怒っていたりその振り幅がすごくてさらにライブではえぐられるもうわしづかみにされる感じでとにかくそのやっぱ CD では感じられないライブならではの息遣いがすさまじいやばいなと。 思っていたらドーンって音がして「えー、何何?」と思ったらあのステージにアフロ君が倒れていてあの倒れたマイクがドーンってその床に当たった音だったんですかね。で僕は一瞬演出かなって思ったんですけど実はそうじゃなくてあの大声を出しすぎて叫びすぎてなのかあの 一瞬本当に意識を失って倒れてしまったらしいんですけどもその後あの無事にそのまたライブを続けましたけどもそこでね「一瞬気を失ってしまいました」ってこう喋ってたりするのも狂気的というかすげえなってあの僕本当にライブで板の上で倒れる人を初めて見まして。 すさまじい気迫のこもったという言葉では片付けられないぐらいのすごいものやっぱやばいなってもろはやばいなっていうライブをこの自主企画8区第5回で見せてもらったことがいまだにやっぱ忘れられない印象となってますね。ドーンってね倒れましたからね。 いやそれほどもう息継ぎするの忘れたんですかねもう酸欠になって倒れたのかっていうまあすぐに本当意識戻ってよかったんですがそれほど命削ってライブにかけているそしてこの時のこの「ガガガスペシャルグッドフォーナッシングに対する諸ハ流のその対ーのこうね 出てもらってでも超えていくぞっていう気迫だったりしたんじゃないかななんてことを思ったたりしましま今あのモロハの2人がチキンラーメンの CM アフロ君がひよこのかぶり物とかしてやってたりするんですけどこれはこれでちょっとびっくりしましたねやはり振り幅というかモロハ 狂気的だなっていろんな意味で二面性というか、うん、こういう仕事も受けてライブではもうステージで倒れるぐらいのそういったラップをリリックをみんなに響き渡せるそういったモロハのね今後どうなっていくのかっていうのも楽しみだったりします。 この「モロは」の自主企画に出ていたグッド・フォー・ナッシングが主催しているフェスあの会場を移して野外になって1回目だった時の境ミーティングを改装しますのでお楽しみに。う,うでしたさよならバイバイイ